を発車いたします。日本で一番遅い時速15キロ。電車の長さ、どちらもまた日本で一番短い全長 2.1 キロでございます。日本一遅く、日本一短いロッコ列車です。まもなく進行方向左手前方に九州と本州を結ぶ橋、関門橋が見えてまいります。カメラを持つお客様、もうしばらく行きますと関門橋に行く絶景スポットになりますよ。カメラの準備はよろしいですか。左側の並木が切れたところ、そこから数秒間がシャッターチャンスです。線路がカーブになってますので、すぐ見えなくなってしまいますよ。皆さん、この辺りで記念撮影されてください。
関門橋の全貌をきれいに写真で収めることができます。ペットショット撮ってくださいね。この橋のかかります関門海峡は国際航路として毎日およそ600隻以上もの船が通過しております。また潮の流れが速いことでも有名で、関門橋の真下向きでは最高10ノット、およそ時速18キロの速さで潮が流れてまいります。この列車潮風号の最高速度が15キロですので、関門海峡の潮の流れはこの列車の最高速度よりも速いスピードで流れていることになります。左手に広がってまいりました青い海、関門海峡、海峡を挟みまして対岸はもう本州です。山口県下関市の町並みがご覧いただけます。また左手前方には白い海上保安庁の船が停泊しております。この辺りでは映画海猿の撮影も行われました。皆様どうぞごゆっくりと美しい景観をお楽しみください。列車はまもなく道北広場駅に停車いたします。こちらはまだ終点駅ではございません。お気をつけください。ドアが内側に開きます。降りの際は開くドアと忘れずにご注意ください。発車いたします。ご乗車ありがとうございます。次は終点関門海峡べかり駅です。関門海峡べかり駅周辺には国内最大級の過去の滑り台やメタリン塩水プール、また国鉄時代の古い客車を利用したカフェ関門門がございます。こちらは無料休憩所としてもご利用いただけます。冷房も完備しておりますのでぜひお立ち寄りください。潮風号これよりホテルに入ってまいります。車内が暗くなりますのでご注意ください。折り返し列車12時
利用予定のお客様も、誠に恐れ入りますが、一度列車をお降りいただき、再度、改札を見直していただきます。係員の誘導に沿って、こちらの青い列車の次を並びください。まもなく終点、関門海峡メカニ駅に到着いたします。本日のご乗車、誠にありがとうございました。